原さんもお願いします。네자리에앉아주시면될것같습니다お座りいただきたいと思います。예질문있으신기자님들은손을들어주시면저희스텝이마이크를가져다드릴거고요먼저두분오늘자리에참석해주신기자님들께아이제질문받기전에간단한인사말씀그리고한국에방문하신소감에대해서한말씀씩먼저부탁드리도록하겠습니다まず質疑応答の前にですね皆さんへのご挨拶と韓国にいらしたご感想をお願いしたいと思います。여러분안녕하세요신카이마코토입니다皆さん朝早くから、わざわざお越しいただき本当にありがとうございます。여러분안녕하세요신카이마코토입니다아침일찍부터일부러여기까지와주셔서정말감사드립니다すずめの戸締まりはコビットの最中コロナの、パンデミックの最中に作っていた映画なので、完成して韓国に行けるかどうか、わからないまま不安の中で作っていました。ですので、今回、無事に韓国に来ることができて、皆さんにお会いすることができて、本当に幸せです。네스즈메의문단속은코로나한가운데에서만든작품입니다그래서영화를만들고있을때에는과연이것을완성했을때한국에갈수있을까라는불안한마음이있었습니다그런데이렇게무사히한국에올수있게되었고여러분들을뵈어서지금매우행복합니다안녕하세요하라나노카이문입니다만나서반갑습니다本日は、このような時間を取っていただき、本当にありがとうございます。こうして、監督の隣で、韓国に来ることができて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。すごく幸せな時間をありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いします。네여러분오늘이렇게일부러시간을내어서와주셔서감사드립니다이렇게감독님과함께한국에올수있어서매우기쁘게생각합니다행복한시간을주셔서여러분께감사드리겠습니다오늘잘부탁드립니다네안녕하세요저헤럴드팝이미지기자인데요저감독님께질문드리고싶은데이제이영화에서어쨌든문이중요한요소로쓰였는데이야기를구상하실때좀처음부터문을중심으로하신건지좀궁금하고요또문을중요한포인트로삼은이유에대해좀듣고싶습니다그리고하라나노카배우님께좀성우첫도전하시게된소감이랑높은경쟁률뚫고오디션에발탁됐을때그때기분이좀어땠는지도듣고싶습니다はい扉は映画、この映画を作ろうと思った一番最初の、思い浮かんだ、アイテムの一つでした。いくつかの場所で韓国に来てからお話ししているんですけれども、トッケビという韓国のドラマを見ていて、扉の使い方が印象的だったということも一つヒントになって、今回は扉を、物語のシンボルにしようというふうに最初に思いました。네문에대해서생각을한것은영화를만들려고처음에생각했을때부터였습니다그때떠올랐던아이템중하나였는데요다른곳에서도여러번말씀을드렸지만한국드라마인도깨비를보았을때문을사용하는방법이굉장히인상적이었고거기에서힌트를얻어서그문을설정한부분이있습니다扉をモチーフにしたのはそれが日常のシンボルだと思ったからです僕たちは毎朝、行ってきますと言って、扉を開けて家から出て、ただいまとかお帰りなさいというふうに言って家に戻ってきて扉を閉めるわけですよね。その動作をもう毎日毎日繰り返すことが、日常生活だと思います。そして、災害というものはその日常を断絶してしまう、行ってきますと言ったまま帰ってこれなくなってしまうのが災害だと思いますので、今回のような映画には扉をモチーフにするのがふさわしいと思いそのように使いました그리고문을모티브로한것에있어서는문이라함은일상의심볼이라고생각했기때문입니다우리는매일아침문을열고다녀오겠습니다하고가고또왔습니다하고문을닫고집으로돌아오게됩니다그동작을반복하는것이일상생활이라고생각을하는데요재해라는것은그러한일상을단절시키는일이라고생각합니다아침에문을열고다녀오겠습니다하고나갔는데돌아오지않는것이죠그것이재해라고생각을하기때문에문을모티브로하는것이이영화에어울린다고생각했습니다하라상호
そうですね。とにかく、自分でいいのかっていう気持ちがすごくあって、右も左もわからなかったので不安でした。でも、新海監督がアフレコの度に、なのかさんすごく素敵です。ありがとうっていうふうに何度も言ってくださって、そのおかげでアフレコ乗り切ることができました。내 성우를 처음 도전한 것에 대해서는요 처음부터 내가 이것을 할 수 있을까라는 것이 생각이 많았고 성우일에 대해서 아무것도 모르는 상태였기 때문에 불안했습니다. 그런데 더빙을 할 때 감독님께서 날마다 나노카 씨 굉장히 훌륭해요 고마워요라고 말씀을 해주셨고 그 이야기를 반복해서 들으면서 그 덕분에 잘 해낼 수 있었다고 생각합니다.네, 감독님 답변이 아직 책 끝나기 전에 하라상의 답변을 들었는데 혹시 더 추가로 말씀하실 거 있으시면 네, 大丈夫ないです。감사합니다と言おうと思っただけです。 아, 괜찮습니다。감사합니다라고이야기를하려던순간이었습니다。 네, 알겠습니다。 그럼 다음 질문 바로 이어서 받도록 하겠습니다。 네, 왼쪽에 기자님 마이크 전달드리겠습니다。 네, 안녕하세요。 KBS 강푸른 기자입니다。 그일종의흑막캐릭터인다이진의정체가좀궁금했는데요일본설화나전설에서나오는존재로보이는데어디서영감을받은것인지궁금하고요わかりました。まあ大臣のモチーフはいくつかあります。そのうちの一つはまあ日本の神社にはまあ狛犬というこう鳥居の横にこう二匹のまあ犬のまあ石像があるんですけれども、まあ狛犬のイメージが最初ありました。네다이진을떠올린모티브는여러가지가있었는데요일단일본에서신사에가면코마이누라고해서약간그두개의그동물석상이문옆에있거든요그것을보고일단모티브를영감을받아서만들었습니다まあそれを猫の姿にしたのは僕は個人的にこう猫がとても好きだという理由もあるんですけれどもでも大きな理由はまあ気まぐれな自然の象徴にしたかったからなんですねその自然というのは人間からとても気まぐれに見えますよね。とても美しく見えるような風景があれば、まあ、ある瞬間にその風景がこう人間に襲いかかってくることもあるわけです。津波とかは、まあ、そのようなものですよね。そんなふうに、僕たちにはこう予測できないものとして、何がシンボルがいいかなと考えたときに、まあ、猫というのは気まぐれな動物ですから、猫がふさわしいのではないかなというふうに思いました。네그리고고양이로했던것은제가개인적으로매우고양이를좋아한다는면도있는데요사실은변덕스러운자연을상징할수있는것이무엇일까생각을하다가고양이로했습니다왜냐하면인간의눈에는자연은굉장히변덕스럽다고생각을하는데요아름답게보이다가도어느순간굉장히무시무시하게인간을덮쳐오기도합니다쓰나미같은것이그렇다고생각할수있는데요이렇게예측을못하는자연을표현하고싶었고그런면에서는고양이의성격이자연과닮아있다고생각했기때문에고양이로하였습니다네 세계일보명준기자입니다전작들도그렇고이번에도보면뭐날씨의양이나언어의종원도그렇고이번에도물을주요한소재로설명을활용을하는데요그물에특별한의미가있는지왜물을이렇게자주사용하시는지좀궁금하고요뭐하나만하라겠지만하나더하겠습니다그이번까지일본에서천만원넘은영화들을보면전개방식이좀비슷한부분들이있거든요그뭐신사의문을넘는다든지어떤걸넘어서이제새로운세계로가고시간을초월한다는부분에서좀닮아있는데요계속이제이런식의영화를찍다보니까좀비슷하다는느낌도받는데약간스스로의세계에약간머물고있다는느낌도받거든요그래서앞으로어떤영화를찍으실건지이런소재에이제집착하시는이유도좀궁금합니다그다음에그배우님께도하나질문하겠는데요여기그영화속에서스즈메를이제연기를하셨는데스즈메를본인이생각하는스즈메가어떤인물인지좀설명해주시면좋겠습니다まあ、アニメーションで表現するにはとてもこう面倒な、題材なんですよね。まあ、水を舞台にすると歩くたびにこう波紋ができるし、水しぶきが立つし、手書きのアニメーションにとってはもうとても大変な題材です。でも大変なことをやればやるほど観客は喜んでくれるんですよね。あ、綺麗だ。あ、まあ、美しいというふうに、こう、あ、すごいというふうに思ってくれるので、なるべくこう、大変な表現をやろうと思って、いつも水をモチーフの一つにしています。
네, 일단 물에 대해서 그려내는 것에 대해서는요. 애니메이션에서 물을 그려내는 것은 매우 성가신 일입니다. 왜냐하면 물은 사람이 지나갈 때마다 파문이 생기기도 하고 물방울이 튀고 그렇기 때문에 손그림인 2D 애니메이션으로 그림을 그릴 때는 정말로 힘든 작업입니다. 그런데 관객들은 그렇게 힘들게 그려낸 것을 정말로 좋아하시고 아름답게 느끼시고 굉장하다라고 말씀을 해주시기 때문에 힘들긴 하지만 매번 저는 작품에서 물에 대해서 잘 그려내려고 노력을 하고 있습니다. はい、アニメーションのアニメーターたち現場のスタッフからいつも嫌がられるんですけど、また水ですかと。でもまあ彼らが嫌がる、モチーフをね、仕事にするのが僕の役割仕事なので、頑張って描いてもらっています。그래서현장에계시는애니메이터분들이굉장히안좋아하세요또물이에요이렇게묻는경우가정말많은데저의역할이라함은현장에계시는분들이싫어하는것을하도록시키고만드는것이저희역할이고저희일이라고생각을하고있기때문에저는계속해서물을그려내고있습니다そうですね。まあどうしてもその同じ監督が作っているものですから、作品で共通するとは確かにあるなと思います。まあ3本災害を中心に扱った映画を作ってきたので、次は全く違う方向を向かなければいけないのかなというふうに今は、考えては。いますが、まだ次の作品は白紙ですので、何か韓国でヒントが見つからないかなというふうに思いながら、今、今回のキャンペーンに来ています。네아무래도저의작품들이나좀유사한부분들이계속반복적으로있는것은같은감독이그려내고있기때문에확실히각작품에서공통점이있는것같기는합니다그런데이번에그새작품연이어서재해를다룬작품들을만들어왔기때문에앞으로는전혀다른방향으로한번가볼까라고생각을하고있고요그러나아직신작에대해서는백지상태이기는해서이번에한국에와있는동안뭔가힌트를얻을수있으면좋겠다라고생각을하고있습니다そうですね。よく走る子だなと思ってます。動き、アクション的な意味でも、その気持ち的な面でも、あまり後先考えずに突っ走ってしまうところがあるのが彼女の魅力だなと思って、私にはない部分なので、すごく羨ましいなと思います。네스즈메의캐릭터에대해서는요일단굉장히잘달리는사람이라고생각을하고있습니다달린다함은액션적인의미에서도그렇지만동시에감정적인의미에서도그렇다고생각을하고있습니다앞뒤가리지않고계산하지않고바로달려가는그런성격을가지고있는데요그러한스즈메가매우매력적이라고생각을하고저에게는없는면이기때문에부럽다고생각하고있습니다若いとあのぐらい走れるんじゃないですか젊으면그정도뛸수있는거아닙니까라고走れるわけないじゃないですか。あんな、遊園地のゴンドラに捕まって、扉閉じるなんて普通の、女子高生はできません。그렇게달릴수있을리가없지않습니까유원지에서움직이고있는곤돌라를붙들고거기에올라타서문을닫을수있는여고생은있을수없습니다감사합니다그러면다음질문또이어서받도록하겠습니다네또마이크전달드릴게요네 SR 타임즈심우진기자입니다작품재밌게잘봤고요전세계가공감할수있는영화라고생각을하고있어요그리고동시에이제일본현지분들이주로공감할만한로컬감성도좀있다고생각하는데예를들어서음악에있어서는그런부분이있는것같아요이토모야의부모세대가듣던 70, 80년대유행가들이그상황이나인물감정에맞춰서나오는부분들이그런것같은데요삽입곡 선곡이라든지음악에는또어떤연출의도가있는지또음악에도재난에휩쓸린이들에대한그장소를추억하고애도하는그런의미가담겨있는건지좀답변을좀부탁드리고요그리고하라나노카배우님께는그이저성우첫도전인데보이스트레이닝이라든지감정연기같은부분에서어려운부분은없었는지그리고이스즈메를연기하면서가장인상에남았던장면이있다면어떤장면인지답변부탁드리겠습니다はい、わかりました。まあ、英語面白いと言っていただけてとても嬉しいです。一旦、영화재밌게보셨다고해주셔서정말감사합니다。どの方ですかね見えなくて、手を。기자님이어디계신지잘안보、ああ、わかりました。はい、ありがとう。ですね、まあ、選曲については、まあ、日本のほとんどの人が聞いたことあるという、こう、とても、まあ、有名な、まあ、昭和の、まあ、夏メロを選びました。あのような選曲にした理由は、
スズメの映画の世界と現実の世界が地続きなんだというふうに観客に思ってほしかったからです。現実と同じように 2011年に 大地震があった世界で現実と同じようにスズメたちはあのような昭和の名曲を聴いて知っているんだろうなと、そういう気持ちで観客に現実と同じ世界の話だと分かってほしくてあのようなシーンを作りました。 일단 그런 차 안에서 선곡을 한 것에 대해서는요. 일본인들이 대부분 어디선가 들은 적이 있는 곡으로 선곡을 하고자 하였습니다. 그래서 그 일부러 굉장히 유명한 쇼와 가요, 추억의 노래들을 선곡을 해서 넣었는데요. 그렇게 한 이유는 영화와 현실이 실제로 그 이어져 있다는 것을 보여주고 싶었기 때문입니다. 영화 속 세계에서도 실제로 대지진이 있었고 2011년에 현실에서도 2011년에 대지진이 있었다라는 설정을 똑같이 두고 이어진다고 생각을 하고 만들었고 그러한 의미에서 현실에서도 쇼와의 유명한 음악들이 있고 여기 영화 속에 나오는 사람들도 쇼와 시대의 유명한 그런 가요들을 듣고 알고 있다라는 것을 넣고 싶었기 때문에 그런 식으로 음악을 선곡하였습니다. 多くの人が知っている曲でさえあれば、どのような曲を使ってもいいと思っていたんですけれども、ただ、そのシーンに合ったような曲を使うと面白いかなと。例えば、スズメとタマキが喧嘩しているときだと、喧嘩をやめてという曲を使ったり、ちょっとシーンにリンクするような選曲を、軽いギャグとして使ったりもしています。 그리고 사실 유명한 곡이라면 어떤 곡을 골랐어도 상관은 없다고 생각은 했는데요. 그러나 이제 일부러 그 신에 어울리는 내용의 음악을 골랐습니다. 그러면 재미있을 거라고 생각을 했고요. 예를 들면 스즈메와 타마키 이모가 싸운 뒤에는 싸움을 멈춰요라는 가사를 가지고 있는 그러한 제목 노래를 링크시켜서 일부러 신과 연관지어서 선곡을 하기도 해서 그것은 가벼운 개그로 넣었다고 말씀드릴 수 있습니다. ちなみに日本の有名な80年代の曲で、セーラー服を脱がさないでという曲があって、それも使おうと思ったんですけど、それはプロデューサーに止められました。セーラー服を脱がさないでという、もうタイトルが今の世界だとインターナショナルにとても良くないだろうというふうに言われて使うのを思いとどまったりしたようなエピソードもありますね。 그리고 80년대의 굉장히 유명했던 일본 노래 중에 제목이 세일러복을 벗기지 말아요라는 제목의 곡이 있는데 사실 그 곡을 넣을까 생각을 했었습니다. 그런데 프로듀서님이 그 곡은 쓰면 안 된다라고 하셨는데 지금의 이 세계적인 여러 분위기 속에서 그러한 제목의 곡을 쓰면 좋지 않을 것 같다라고 해서 말리셔서 그 곡을 쓰지 않았던 에피소드도 있었습니다. そうですね。右も左もわからないままだったので 本当にずっと不安だったし、全部難しかったんですけど、新海監督が毎回すごく細かく演出をつけてくださるので、安心してやることができて、あと、なんだろう、難しかったところは、っていうこの声をやるのがすごく難しかったのと、あとアクションシーンが多かったので、マイクの前に静かに立ちながら、 走ってるような息の上がり方をしたりするのが難しくて、アフレコをする前に運動だったりとか、その場で駆け足をしたり、ちょっとスクワットしたりとか、体を動かしながら、やったりしてました。楽しんで、最後までアフレコすることができました。 네, 처음으로 도전을 한 성우였기 때문에 실제로 좌우도 모르고 아무것도 모르는 상황이라 굉장히 불안했고 모든 것이 어려웠습니다. 그런데 감독님께서 굉장히 세세하게 연출을 해주셔서 안심하고 더빙을 잘 해낼 수 있었다고 생각을 합니다. 그중에 특별히 어려웠던 것은 아! 하는 목소리를 내는 것이 굉장히 어려웠습니다. 그리고 이 영화에서는 액션씬이 많았기 때문에 마이크 앞에서 가만히 서서 액션씬을 연기하는 것이 어려웠기 때문에 달리는 호흡을 표현하기 위해서 운동을 하기도 하고 또 달리기를 하기도 하고 스쿼트를 하기도 하고 그런 식으로 몸을 움직여서 호흡을 좀 연기를 해내려고 했습니다. 그러나 전반적으로 즐겁고 즐겁게 더빙을 잘 끝내실 수 있었습니다. 그래서 앞대고 気づいたり驚いたりする芝居がスズメはすごくたくさんあるから、いっぱいあるから全部でも同じになっちゃうと良くないので、毎回少しだけ違う青くださいとね、それがきっと大変だったでしょうね。
아라는 것이 여러 가지가 있는데 뭔가를 깨달았을 때의 아도 있는가 하면 놀랐을 때의 아도 있고 스즈맨은 특히 영화 속에서 아를 굉장히 많이 하고 있습니다. 그래서 감독님이 같은 아처럼 들려도 다 매번 다르다라고 말씀을 하셔서 그것을 연기하는 것이 힘들었을 것 같습니다. 나노카さんは 僕も知らないんですけど ボイストレーニングって最初行ったんですか? 저도 잘 모르는데 보이스 트레이닝 하러 간 적이 있나요? 不安すぎて行かなくていいって言われたのに行きました。 안 가도 된다라는 말씀을 하셨지만 너무 불안해서 갔었습니다. 多分音響監督がそのボイストレーニングに行ってしまうとその今持っている何もない状態が変わってしまうからまあ行かなくていいっていう話だったですかね。そうですそうです。 음향 감독님이 가지 말라고 했던 것은 보이스 트레이닝을 하러 갔다 오면은 지금 가지고 있는 아무것도 없는 듯한 이 느낌이 변하기 때문에 가지 말라고 했던 것으로 알고 있습니다. 맞나요? 아, 네모 있단ですね. 자, 나이션이 시도기만스. 그런데도 트레이닝 받으러 갔구나. 내가 비밀로 해 줄게라고 하셨습니다. 네, 그럼 다음 질문 이어서 받도록 하겠습니다. 네. 좌측에 아, 네, 저 JTBC 이한길 기자라고 합니다. 그 일단 성우님께 먼저 질문 하나 드리고 싶은데요. 뭐 저는 일본어를 모르지만 이게 이 영화를 본 일본 친구들 얘기를 들어보면 되게 각 지역의 사투리들을 정확하게 표현을 하셨다고 하더라고요. 그래서 이런 부분을 연기하면서 어떤 연습이나 어려움 같은 것들이 있었는지 성우를 대표해서 일단 배우님께 질문을 드리고 싶고 그리고 감독님께 또 하나 질문 드리고 싶은 거는 그 최근에 애니메이션 관련해서 새로운 시도들이 나오고 있는데 예를 들어 최근에 인기 있었던 슬램덩크 같은 경우에는 이제 컴퓨터 그래픽을 활용을 했고 그리고 이제 최근에 이슈들이 되고 있는 뭐 AI가 이런 뭐 웹툰이나 애니메이션들을 그리고 이런 현상들이 많이 나타나고 있는데 그런 상황에서 어떤 손으로 그리는 2D 애니메이션의 어떤 미래 변화 이런 것들은 어떤 거라고 생각하시는지 궁금합니다. どういうふうにやってた?あの玉木役の深津さんがとても 方言が多くて大変そうで、方言指導の方が常にマイクの横に立ってらっしゃって、今のイントネーションはちょっと違うとか、あとは同じ県でも地域でもちょっとその上か下かとか、その地域によってイントネーションが違ったりするので、そこら辺をすごく細かく確認しながら、作ってらっしゃるなっていうのは、 思いました。監督ともすごく方言のことについて詳しくというか細かく相談されてらっしゃったなという印象はありました。 네, 사투리에 대해서는 특히 타마키 이모 역을 맡았던 후카츠 에리 씨가 사투리가 굉장히 힘들어서 많이 그 힘들어 하셨던 것을 보았는데요. 늘 더빙할 때 옆에 사투리 지도하시는 분이 오셔서 마이크 옆에 서 계셨다고 들었습니다. 그리고 듣고 아 그 부분은 좀 억양이 아닌 것 같다라고 하면 또 다시 하고 그렇게 했다고 들었고요. 일본에서도 같은 현 안에서라도 위쪽에 있는 마을이냐 아래쪽에 있는 마을이냐에 따라서 억양이 전혀 달라지는 경우도 있고 해서 굉장히 그런 점에서 세세하게 확인을 하면서 연기를 했다고 들었습니다. 그리고 감독님도 굉장히 각 지역의 방언에 대해서 세세하게 연출을 하고자 하셨다고 들었습니다. そうですね、スラムダンク素晴らしかったですよね。あの 3DCG アニメーションであれほど多くの人の心を直接掴んだというのは、もしかしたら日本ではスラムダンクが初めて成功した映画かもしれないですよね。 네, 일단 슬램덩크에 대해서는 3DCG를 쓴 애니메이션인데요. 3DCG를 써서 그렇게까지 직접적으로 수많은 사람들의 마음을 매료시킨 작품은 아마도 일본에서는 처음이지 않을까라는 생각도 합니다. 僕の作品の中でもスズメの中でも、CGは積極的に使っていまして、椅子、ソータが椅子になってしまうんですが、椅子はほとんどが 3DCG です。 それを手書きに見せて、レンダリングしています。 네, 저희 스즈메의 문단 속에서도 매우 적극적으로 CG는 사용하고 있는데요. 특히 소타가 의자로 변하는데 의자는 대부분 3D CG입니다. 그 3D CG로 그린 의자를 그 손그림처럼 렌더링한 것입니다. 手書きのアニメーションの未来は僕には僕が代表しているわけでもないので、わからないんですが、どうしてもやはり 3D CG が多くなっていって、手書きは少なくはなっていくでしょうね。 그 손그림 애니메이션에 대해서는 제가 손그림 애니메이션의 대표자가 아니기 때문에 그 미래에 대해서 뭐라고 말씀을 드리기는 힘들긴 하지만 지금 사실 많은 것들이 3D CG로 바뀌어가고 있는 것은 사실입니다. 다만
それはこう職人の数がアニメーターの数が減っていっているからというのが大きな理由ですけれども、その部分は僕は AI であったりとか、まあそうですね、AI で、補っていくことも可能なんじゃないかというふうに思います。例えば、まあ去年は、まあ生成系の AI っていうんですかね、何かを作る、クリエイトする AI が、まあとてもブームになりましたよね。ステーブルディフュージョンとか、チャット GTP とか、まあ多分今年はもっともっと AI が進歩していって、脚本を書いたり、まあアニメーションの映像を作るというところまで多分こう、僕たちが活用できるようになっていくと思います。そういう技術は積極的に、取り入れていきたいなというふうには考えています。ね、다만그이렇게 3D 나 CG 를많이쓰게된이유중큰이유중에하나는애니메이터들의숫자가줄었기때문입니다그런데저는애니메이터들의숫자가줄은것에대해서 AI 로메꾸는것도가능하다라고생각을하고있습니다그래서일본에서도아작년에굉장히그새세계생성형 AI 라는것이나와서굉장히화제가되고있고그스테이블디퓨전이라든지이런식으로굉장히 AI 쪽에서도많은발전을이루고있고올해에도더욱더많은발전이될것이라고알고있는데요앞으로는아마도 AI 가각본을쓰거나애니메이션의영상을만들거나이러한부분에서도활용될수있을것이라고생각을하고요저는적극적으로그런기술들을도입해서사용하려고생각하고있습니다네그러면다음질문받도록하겠습니다네마이크전달해주세요네조선일보박동규입니다감독님께질문하겠습니다그너의이름은이국내에서흥행했을때한국에오셔서한국과일본사이에는공유하고있는가치관이많다는말씀을하신적이있는데요최근에슬램덩크가국내에서흥행하고스즈메의문단속도지금예매율이굉장히높거든요이렇게일본애니메이션들이최근에한국에서사랑받는이유를무엇이라고생각하시는지궁금합니다はい、そうですね、韓国の観客にどうして日本のアニメーションがいいと思うのか、逆に僕が質問してみたいくらい韓国の方はたくさん日本のアニメーションを見てくださいますよね。네한국관객분들에게오히려제가왜이렇게일본애니메이션을좋아하는지여쭙고싶을정도로정말한국분들이일본애니메이션을많이좋아하시는것같습니다一つにはやはり僕たちの、まあ、文化や風景がとてもよく似ているからだと思います。ソウルの街並みを見ていても、まあ、懐かしいと感じる街並みや、あ、これが東京の少し未来の姿なのかなというふうにこう思うような、未来を見ているような街並みが韓国にはたくさんあります。まあ、風景というのは、こう人が作るもの、人の心が、まあ、反映されたものですから、僕たちの心の形が似ているんじゃないか。だからまあ、日本のアニメーションは韓国でたくさん見ていただけるし、あるいは韓国のドラマは、まあ日本の中ですごく人気なんだと思います。네아마도그이유중에하나는일본과한국의어떤문화적인것이나풍경이좀닮은점이많이 있기때문이아닐까라고생각을합니다저는서울에올때가끔서울의거리를보면서그립다는느낌도들고동시에아이부분은도쿄의미래가아닐까라는그런생각도합니다그래서거리나동네의풍경이많이닮아있다고생각을하고요풍경이라는것또도시의모습이라는것은사람들의마음이반영되어서만들어진것이기때문에마음의형태가어쩌면좀유사하지않을까라는생각도하고있습니다그렇기때문에한국분들은일본의애니메이션을많이봐주고계시고일본분들은한국의드라마를그렇게많이보는것이아닐까라고생각합니다まあ政治的な状況は韓国と日本というのはいい時期もあればあまり良くない時期もあってそれが波のように繰り返しますが、まあ僕たちがやっているようなその文化では、強く結びつき続けていきたいというふうに願っています정치적인상황에있어서는요한국과일본의사이는좋을때도있고나쁠때도있고그것이마치파도와같이반복되고있지만문화에있어서는굉장히강하게서로연결되어서계속갔으면좋겠다고저는생각하고있습니다네다음질문받도록하겠습니다네요거까지받고시간관계상마지막질문딱한가지만더받을게요네안녕하세요감독님이투데이박고기자입니다감독님의왼쪽에있거든요예좌측중앙쪽에있습니다 안녕하세요이영화를만들게되신배경으로다시돌아가서여쭙고싶어요왜냐하면너무감동을받았거든요
감독님은 너의 이름은으로 상업적으로 크게 흥행을 하셔서 다음 작품도 또 아주 상업적인 소재를 고를 수 있다고 생각했는데 전혀 사회적인 소재를 들고 오심으로써 누군가를 기억하고 싶다는 그 마음을 표현해 주셨다는 점이 매우 감동적이었어요. 그런데 그런 선택을 할 때까지에는 용기가 필요했다는 생각이 들어서 그 용기에 대해서 여쭙고 싶고요. 두 번째는 음악에 관한 건데 아까도 질문이 나왔지만 그 스즈메와 소타가 모험을 처음 시작할 때 브라스 밴드의 연주가 나오거든요. 근데 이거는 애니메이션에서 잘 보지 못한 음악이기도 해서 좀 상업 극영화의 표현법까지 좀 가져왔다 이런 시도가 느껴졌는데 이 부분에 대해서도 살짝 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 君の名が大ヒットしたことで僕はなんだかこう 社会的な、というか観客に対する責任を負ってしまったような気持ちにも同時になりました。そうですね。たくさんの観客が自分たちの映画を見てくれるという状況になって、それは何かこう一つ大きな自分たちにとっての力だし、あるいは責任だというふうに思いました。ですので、今自分たちが映画を作れば、それがヒットするかどうかはわからないけれども、とりあえず見てみようというふうに思ってくれる人は とても多いんです。ですから、単なる楽しいだけではないエンターテインメントだけではない何か一つを映画の中に入れたいというふうにずっと思い続けていました。それがスズメの戸締まりに関して言えば、やっぱりその日本全体のトラウマとな、今でもなっているような、災害のことをエンターテインメントの中で扱ってみたいと。それをでもきちんと面白い映画として描くんだと。 そうすれば、震災のことを知らないような若い世代にとっても何かこう記憶をつなげていけるようなことがエンタメにしかできないような形でできるのではないかなというふうに思いました。ですので、君の名の経験が自分たちの責任となってそれを少しでも果たしたいという気持ちにつながっています。 네, 너의 이름은이 대히트를 하고 나서 저는 사회적이라고 얘기할 수는 없겠지만 어떤 사회에 계시는 관객들에 대한 책임을 더 져야 되는구나라는 기분을 갖게 되었습니다. 왜냐하면 이렇게 히트를 하고 나면 그 다음 작품에 대해서 봐주는 분들이 굉장히 많이 늘어나기 때문에 그때 그 상황에 대해서 그것은 힘이기도 하면서 책임이라고 생각을 했습니다. 그래서 지금 만든 작품이 히트를 하면 일단 사람들이 생각하지 않고 가서 한번 보자 히트한 감독 작품인데 라고 생각을 하시는데 그렇게 될 수 있기 때문에 단순히 재미있는 엔터테인먼트 애니메이션으로 만들고자 하는 생각은 없었습니다. 무언가 하나라도 넣자라고 생각을 했고요. 그래서 스즈메의 문단 속에서는 일본인 전체의 트라우마라고 할 수 있는 이 재해에 대해서 재해를 엔터테인먼트로 그려내면서 제대로 재미있게 표현을 한다면 이러한 일들에 대해서 잊고 있고 잘 모르는 분들에게도 더 이러한 기억을 이어줄 수 있겠다, 전달할 수 있겠다라는 생각을 했고 젊은 분들에게 이 기억을 남겨줄 수 있는 것은 엔터테인먼트만 가능하다라고 생각을 했습니다. 그래서 너의 이름으로 얻게 된 그 경험을 통해서 얻게 된 책임을 하나 완수를 하겠다라는 마음으로 그러한 소재를 선택했습니다. はい、そうですね。今回も君の中から始めたラットインピストのコラボレーションで音楽を一緒に彼らと作ってきたんですけれども、そこに今回はプラスしてですね、陣内さんという アメリカのシアトルでハリウッド映画の音楽やゲームの音楽を作っている方にチームに入っていただいて、ラットインプスと陣内さんの共同作業として音楽を進めていきました。 네, 그 음악이 좀 극영화적인 부분이 있었다는 것에 대해서는 이때까지는 계속 요 몇 편을 레드윈프스하고 같이 영화를 만들어 음악을 만들어 왔는데요. 이번에는 콜라보를 해서 레드윈프스와 진노우치 카즈마시라는 일본 음악가분과 함께 만들었습니다. 진노우치 씨는 시애틀에서 헐리우드 영화 음악을 하시고 또 게임 음악도 만들고 계시는 분이신데요. 그래서 이 두 분의 공동 작업이 있었기 때문에 이번에 좀 음악적으로 새로운 부분이 있었습니다. 僕たちに僕とラットインプスにまだ足りなかった部分を陣内さんに補ってもらいたいと思ったからです。何が足りなかったかというと、その映画館で聞くための音響制作の経験が自分たちには足りないと思ったんですね。 ラットインプスはロックバンドですから、メロディーを作る力もすごく強いし、言葉を
歌詞を紡ぐ力もすごく強いですよね。ただ劇場のようにこう大きな空間で、まあ、たくさんのスピーカーを使って奏でる、まあ音響の設計というものは僕あまり経験がないわけです。ですのでそれを専門にやっている日本人に入ってもらって映画館で聞いてこそ体感できるような音作りを、まあ陣内さんに教えてもらいながら、作っていきました。네 저와 레드 윈프스가 갖고 있지 않은 것 부족한 것을 진노치 씨가 메워주기를 바래서 그분을 함께 작업을 하기로 했습니다. 왜냐하면 저희는 영화관을 위한 음향 제작의 경험이 별로 없었습니다. 그래서 레드 윈프스는 록 밴드이기 때문에 멜로디도 굉장히 잘 만드시고 가사도 정말 멋지게 잘 쓰시는데큰공간영화관처럼 이렇게 수많은 스피커에서 음향을 잘 들려줄 수 있는 그런음향의설계에대해서는저희가경험이별로없다고생각하고있었습니다그래서영화관에서만체감할수있는그러한음을설계하는것에대해서배우기를바랐고그래서이번에함께작업을하였습니다네시간이많이지났는데그래도계속질문을좀요청주시는기자님들이많으셔서마지막질문하나만더받고마무리하도록하겠습니다양해부탁드리겠습니다네마지막질문진행하겠습니다안녕안녕하세요저아시아투데이다이기자입니다극중주인공소탈을인간이아닌소품으로설정하신이유와소품중에왜다리하나없는의자를선택하셨는지궁금하고요이작품이한국관객들에게어떤작품으로기억됐으면하는지도궁금합니다はいそうですねあのまあソータを椅子にした理由は、まあ、この映画が東日本大震災という現実にあった悲劇をベースにしているので、スズメの物語としてだけ描いてしまっては、まあとても見るのが重くて辛い映画になってしまうと思ったからなんですね。スズメの横にはですから、その場所にいるだけでなんだかこう気持ちが和むような可愛らしいキャラクターが欲しいと思いました。そこで考えたのが椅子です。네소탈을의자로설정을한것은바퀴의자로변하게설정을한것은요이영화가동일본대지진이라는현실에있었던굉장히큰비극을베이스로 하고있기때문에그이야기스즈메에관한이야기만계속그려내면관객들이이영화를보실때너무나무겁고괴로울것이라고생각을했습니다그래서스즈메와함께다니는것은무언가그장소에있기만해도마음을따뜻하게누그러뜨리고그리고굉장히귀여움을느낄수있는그런존재로하고싶었기때문에의자로했습니다ですからまあスズメは椅子がパートナー椅子と旅するヒロインとなったわけですけれどもね椅子と一緒に旅をしてみて芝居はどうでしたか七日さんあんまりそういう経験ね他の人にはないと思うので相手役が椅子っていうのは初めての経験でしたねでもソータさんは人間の時はすごくミステリアスでクールなイメージなんですけど椅子になると途端にその人間らしさだったりとか可愛らしさが出てきて椅子に表情はないんですけど椅子の時のソータさんの方が私はすごく気持ちというか表情が見えるような気がしてお芝居はやりやすかったですね네그래서의자로했고스즈메는의자와여행을다니는그러한소녀로설정이되었습니다그래서스즈메의자와연기를하는스즈메로서어땠느냐라고지금하라나노카씨에게물어보았고요하라나노카씨는상대가의자인연기는태어나서처음으로경험을한것이었는데인간인소타는굉장히미스테리어스하고쿨한부분이있었는데오히려의자로바뀌고나서는 표정은보이지않지만왠지더인간적이고더귀엽고그래서저는의자인소타가함께있는것이더좋았고의자인소타의표정이보였기때문에함께연기하기매우좋았습니다まあ椅子の足を3本にした、まあ、なぜ3本になったのかといえばあれは、まあ、津波で家と一緒に流されてしまったその時に壊れて足が1本欠けてしまったんだというふうに、考えています。그리고왜다리를세개밖에없는의자로했는가하면그원래설정상쓰나미가왔을때이의자가떠내려갔다가다시찾게되는것인데그때이제그재해의피해로다리가하나없어졌다라는설정입니다ただまあ三本足にしたかった理由は他にもあります。一つは椅子の動きをコミカルにしたかったんですね。三本足だと不安定になりますから歩いているだけでコミカルな動きになります。それがこの映画をこう映画の温度を持ち上げてくれるというふうに考えました。
그리고 의자 다리가 세 개만 있는 이유는 좀 더 여러 가지가 있긴 한데요. 일단은 움직임이 굉장히 코믹할 수 있다고 생각을 했기 때문입니다. 다리가 세 개밖에 없으면 불안정하기 때문에 걷기만 해도 굉장히 코믹한 느낌이 난다고 생각을 했고요. 그러한 의자의 모습이 이 영화의 온도를 올려줄 것이라고 생각했습니다. もう一つの理由は、スズメの欠けた心のメタファーにしたかったんですね。スズメは 災害にあっていますから、大切な人を亡くしていますから、心が欠けている状態です。それを椅子の姿で表したかったんです。心が欠けていても、あの椅子のように走ることもできるし、強く生きていくこともできる、そのような映画にしたいというふうに考えました。 그리고 다리가 세 개인 또 하나의 이유는 스즈메가 가지고 있는 스즈메 마음의 메타포로 보여주고 싶었습니다. 그래서 스즈메는 재해를 입고 마음의 무언가를 상실하고 잃은 것이 있는 사람이기 때문에 다리 세 개인 의자로 그것을 표현하고 싶다고 생각을 했고요. 이렇게 마음속에 무언가를 상실한 상태임에도 불구하고 의자처럼 굉장히 잘 달릴 수 있고 강하게 살아갈 수 있다라는 것을 보여줄 수 있는 영화가 되었으면 하고 바랐습니다. この映画を韓国の観客にどのように見ていただきたいかということに関して言えば、できれば自分たちと地続きの映画なんだなというふうに見てほしいと、自分たちの世界を描いた映画なんだなというふうに見てほしいと考えます。 이 영화를 한국 관객들이 어찌 봐줬으면 좋겠냐는 질문에 대해서는 보시고 한국 분들이 아 이것은 우리들의 현실과도 상관이 있겠구나, 우리들의 세계를 그려낸 영화로구나라고 기억해 주셨으면 좋겠습니다. この映画は地震を災害として描いていますけれども、韓国には地震がほとんどありませんよね。でも災害は増えているし、災害じゃなかったとしても、それが自然災害じゃなかったとしても、戦争や事故で日常が急に切断されてしまう、日常が急に断絶されてしまうということは韓国でも増えているのではないかと思います。 그리고 일본에서는 지진이 많고 이 영화 속에서는 지진의 재해를 그리고 있지만 한국에는 지진은 없다고 하더라도 재해는 여기저기에서 많이 늘어나고 있다고 생각합니다. 꼭 자연재해가 아니더라도 전쟁도 있고 사고도 있고 그런 일들이 우리의 일상을 갑작스럽게 단절시키고 있다고 생각합니다. 日常が 途切れて しまった時、人はどのように回復して再び強く生きていくのか、それがこの映画のテーマですので、自分たちの 世界と同じなんだと思いながら観客の韓国の皆さんに楽しんでいただければとても幸せです。 일상이 단절되었을 때 사람은 어떻게 그것을 회복하고 어떻게 다시 살아가게 되는가라는 것을 테마로 하고 있는 작품이기 때문에요. 한국 분들도 보시고 아 이것은 우리들의 세계를 그리는 것이로구나라고 생각을 해주시고 즐겁게 봐주셨으면 좋겠습니다. 네, 조금 질문 시간을 더 드렸는데도 다 질문을 받지 못한 점은 다시 한번 좀 양해 말씀드리고요. 예, 이상으로 예, 질의응답 시간을 마무리하도록 하겠습니다. 마지막으로 감독님, 배우님 끝인사 짧게 부탁드리겠습니다. 本日はお越しいただき本当にありがとうございました。すごく楽しかったです。聞いたことのない話を新海監督から、たくさん聞けて、作品のより奥深いところまで、私も今、気づくことができて、何度でも見たいなっていうふうに思えるような、私にとってもすごく大切な作品ですので、韓国の皆さんにも、同じように、すごく温かい気持ちで、明日を生きる活力になるような作品になって、 宝物のように愛してくださったら嬉しいなというふうに思います。本日はありがとうございました。 네, 오늘 여러분들이 이렇게 와주셔서 정말 감사드립니다. 오늘의 이 기자 간담회는 저로서는 굉장히 즐거웠습니다. 왜냐하면 이제까지 감독님께 듣지 못했던 여러 가지 영화에 관한 이야기를 많이 들을 수가 있었고요. 깊은 부분에 대해서 지금 이 자리에서 알게 된 부분들이 많이 있어서 이야기를 들으면서 또 보고 싶다라는 생각을 하였습니다. 한국의 여러분들이 굉장히 따뜻한 마음으로 이 영화를 봐주셨으면 좋겠고 영화를 보시고 내일을 살아갈 수 있는 활력을 얻으셨으면 좋겠고 보물 같은 영화이기 때문에 다들 잘 봐주시면 정말 기쁠 것 같습니다. 감사합니다. 劇場の空間いっぱいにメディアの方が集まって話を聞きに来てくださるなんて、僕にとっては初めての経験で、とても感激しました。 예, 극장에 이렇게 가득 매체 분들, 미디어 분들이 와주셔서 이 말씀을 들어주시는 것은 저로서는 첫 경험인 것 같고요. 정말 감사합니다.
韓国に来てよかったなというふうに本当に思います。本当に今日は長い話を聞いてくださってどうもありがとうございました。韓国에오기를잘했구나라고오늘생각했습니다。오늘굉장히긴이야기를잘들어주셔서감사합니다。진짜감사합니다。감사합니다。예감사합니다。그럼이어서바로포토타임을진행할텐데요。무대가준비되는동안잠시만기다려주시기바랍니다。감독님과배우님도잠시무대옆에서포토타임을준비해주시면될것같습니다。